はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の英語 This is の使い方についてお送りします。で、今回はですね、ポイントを含めて全部で10問ありますので、まず1回ここで動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分がポイント含めて問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まずポイントからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ここまで I am、 そして You are とやってきました。で、今回はこの This is ですね。 This is で、まずはここから押さえていきましょう。 This is ほにゃららっていう風に文を作ると、ほにゃららとも意味が決まってます。で、これはセットで覚えちゃってください。 This is と始めると、これは、ほにゃららですっていう意味になります。だからここにね、ありますけど、これは犬です。まあ見ればわかるよっていう話なんだけど、これはほにゃららですって言いたいときには、this is と始めます。で、前回の you are の時もそうなんですが、基本的にね、この1年生のここで勉強するときは、this is が文の最初で使うことが多いんです。なので、まあみんなよく見る形なんでね、わーと大文字で書いてあります。あるんですが、もし文の途中で this is を使う場合は、当然 t は小文字に変えてください。本当はこの形なんですけど、みんながよく見る形がこっちなんでね、わーとこうしてあります。で、まあ、今回の主役はまあ this is なんですけど、その中でも this、 これ this って言います。こいつね、だけの意味も覚えておきましょう。この this がもともと、まあ今左に書いたけどね、これはっていう意味を持ってます。だから、これがこれはなの。this が。で、is が this なの。今までだった I am とか you are と一緒です。全部 this です。だから、セットになると、これはほにゃららですっていう意味になります。で、もう一個覚えておいてほしくって、this っていうのは、これはともう一個、このっていう意味を持ってます。で、もしね、みんなが使ってる教科書が、この I am, you are, this is っていう順番で勉強する、まあ、同じ順番になってたとしても、この意味、これね、このっていう意味は、授業でやらない可能性があります。おそらく。まあ、先生によると思うんだけどね。で、やらなかったとしても覚えておいてください。後々使うんで。いいかな。で、もう一個。ちなみに、is、今やりましたね。ほにゃららですっていう意味を持ってる is っていうのは、ここまでいっぱい出てきました。いっぱいでもないか。B 動詞の仲間になります。で、ちなみにこれで B 動詞全部揃えました。なんで復習で書いておきましょう。ちょ、色変えた方が。B 動詞っていうのは、今回出てきた is、そして I am の am、で、you are で勉強した are です。これが B 動詞って言います。あとあと、こいつらがちょっと形が変わることが出てくるんですけど、B 動詞っていうのはこの3種類だけなので、いいね。で、意味としては、ほにゃららですです。ほにゃららがあるとかって意味も持ってるんですが、ひとまずここではほにゃららですを押さえておきましょう。いいね。この B 動詞すごい大事だからね。押さえて。B 動詞何って言われたら、is と am と are でしょってね。反射できるようにお願いします。では、ポイントね、押さえたんでやっていきましょう。まず、これは犬です。ね。で、これ、a dog。dog 犬だね。ってなるので、あとはもうこれはほにゃららですって言いたいから、あ、オッケーオッケー、これ使っていこうぜってことで、最初大文字にして、This is a dog って言えば、これは犬ですになります。いいかな。まずこれが基本的な、今回の主役だね。じゃあ次が、これは猫ではありません。違うよっていう。まあ否定文だよね。で、否定文を作るときのアイテムは not。こいつね。否定文を作りたかったら、そのアイテムはこれです。not になります。で、今回もこれを使います。で、どう使うかっていうと、今まで、私はほにゃららじゃないよっていうとき、I am not。あなたはほにゃららじゃないよっていうとき、you are not。全部 B 動詞の後ろに not をつけてきたんです。am not, are not って感じでね。で、今回も一緒です。B 動詞、こいつもね。B 動詞なので、is の後ろに not をくっつけてください。だから、これまで始まってるからね、同じく this です。で、もちろん is を使います。ただ、否定文にしたかったら、ここに not をつけて、
This is not a cat っていう風にすると、これは猫ではありませんと否定文が作ることができますので、これまずセットで押さえておきましょう。でね、今度次、これは私のカバンではありません。同じく否定文ですよね。あ、だから not 使っていこう。で、同じようにやりたいんですけど、実はね、これはいいんです。 this はいいんですけど、次がちょっとポイントで、それ書いちゃいますね。これ isn't って言います。 isn't で、これはですね、 is not の短縮形です。あの、are not がさ、aren't ってやりましたね。you are not の時の。あれと同じで、is not も、これ、くっつくことができます。こうやって。are not はくっつかないんだけどね。で、この形よく出てきますんで、is not をくっつけると、isn't になることを覚えておきましょう。でも、同じさ、あの、線が3つだから、いや、this is not でいいじゃんって思うんですが、実はね、ここのポイントがこいつなんです。私のカバン、特にこいつ、私の。今ここにバッグがあります。バッグ、これカバンなのね。でもカバンだけで私のがまずこの中にないの、英語の中に。だからそれを入れようと。で、これをぜひ覚えてほしくって、私のは my、 これで my って言います。 my だから、 this isn't my bag っていうことで、 my bag っていうと私のカバンという風に意味が作れますので、この使い方ぜひね、押さえておいてください。で、ここでちょっと話をそらします。さっきポイントのところで this の意味にこのっていう意味があるっていう言いましたね。で、今例えば私のバッグだったら my bag なんですよ。で、もちろん今回さ、初めて this is を勉強する子はさ、これはほにゃららです、こっちが主役なんで、いや、ちょっとそれ以上のことを入れるとパニックになりますっていう方はここスルーしてもらって構わないんですけど、例えば this、 this is って始めればこれはほにゃららですなんだけど、 this bag みたいな、こういう風にやると bag カバンでしょ。で、 this はこれはもあるんだけど、このもあるんで、こう使うとこのカバンみたいな、 this bag ってね、こういう使い方ができます、 this には。なんで余裕があったらぜひね、こっちも覚えておいてください。いいかな？だからこのカバンは私のではありませんとかね、そんな風に使えます。では8番いきましょう。普通の文、肯定文やりました。ここありませんの否定文やりました。当然もう一個疑問文が出てくると。で、それがこれ。これはあなたのペンですかっていう。よいしょ、ね。ペンですかって疑問文。質問したい。で、質問するときはどうするかっていうと、今まで B 動詞使ってきましたよね。で、B 動詞を使ってる文、B 動詞を使ってる文の否定文を作りたかったら、ごめん、嘘、疑問文を作りたかったら、B 動詞を前に出してください。例えば、ちょっと復習します。小文字にしちゃったよ。You are ってありましたね。あなたはほにゃららですって。これを疑問文。あなたはほにゃららですかって質問したかったら、B 動詞の are が先に出てくるんだよね。are you って。これです、前回やりました。これと全く同じです。今 B 動詞は is です。だからこいつが先に出てくる。つまり、this is だったのが、is this に変わるんです。B 動詞が前に出てくることによって疑問文になる。で、今、私のカバン、my bag やりましたね。今回、あなたのなんです。あなたのペン。ペンはありますね、ペン。で、あなたのっていうのもぜひ覚えちゃいましょう。今までって you とね、似てるんですが、you に r をつけて、you are と言います。you are。これがあなたの。is this your pen? 疑問文なんで、後ろは上げて質問してください。is this your pen? って言うと、これはあなたのペンですかっていう疑問文が作れます。で、ルールとしては B 動詞、is を前に出すだけです。いいね、シンプルに覚えましょう。前に出すだけ。で、もう一個大事なのが答え方。疑問文をやったら必ず答え方もセットで覚える。で、ここポイントです。今、is this your pen? と聞きました。this を使って、これはね、this を使って疑問文、質問したとき、まあ、
あなたのペンですかって言ってるんで、あ、うん、そうだよっていう。はい、そうですと。あ、うん、違う違うっていう。いいえ、違います。二通り答え方があると。で、その時に、this で質問したら、青で書こう。必ず、it って、これ it って言うんだけど、これを使って答えます。で、yes, it。で、今、is 使ってるから、yes, it is。これが答え方。いいね。this で質問したら、it を使って返します。no も同じです。no, it。で、no の時は、is not なんですけど、まあ、短縮形の方を、個人的には好きなので、これで覚えてください。no, it isn't。もちろん、ここが、is not。no, it is not。ってなっても、もちろん OK です。OK ですけど、まあ、できれば短縮形で覚えちゃいましょう。いいね。this を使って疑問文作るときは、be 動詞、is を前に出すだけ。ただし、答えるときは、it を使うからそこを気をつける。これがポイントね。で、ラストです。で、次。ここちょっとおまけというか、よかったら覚えてほしくて書いたんですけど、それは沖縄の出身です。これ、今、ずっとこれはってやってるんですけど、それはになりました。で、このね、それはっていう単語、これが今やった、it なんです。it。で、それはほにゃららですって言いたかったら、it is ほにゃらら。this is ほにゃららと、これはほにゃららです。it is だと、それはほにゃららですと意味になります。いいかな。だから、最初のスタートを、it is と、こう始めれば OK。いいかな。例えば、それはっていうのは、前に話題が出てきてて、それをまあ置き換えて言う言い方なんだけど、例えば、どうしようかな。これは犬ですって。This is a dog って言いましたよね。これ犬だよって。で、その犬のことをもう一回、この犬はって言うんじゃなくって、それはって、まあ犬に対してそれはっていうのはちょっと悪いけど、それ沖縄の出身なんだ、みたいな。ふうに言うときに、犬って話題が一回出てきて、次それを言い換えるというか、置き換えるときに it を使うことが多い。まあごちゃごちゃね、なっちゃうんで、ひとまず今は、それはほにゃららですって言いたかったら it is なんだと覚えてください。で、沖縄はあるね。残ってるの出身です。で、そう。前回の動画で、出身の真の字、間違ってたんだよね。指摘していただいた方ありがとうございました。自分、この年になるまで完全に間違って覚えてた。ごめんね。で、出身っていうのは前回やったように from です。これ。だから、it is from 沖縄。とやると、それは沖縄の出身ですという風に作ることができますので、まずね、今回はこんな感じで、this is。これが主役だよ。まず今回これを押さえる。this is。で、余裕があったら、その this back みたいな、このって使い方もあるんだっていうのを覚えてもらう。そして、それプラス、否定文の作り方、not を使ったやつね。疑問文、質問の仕方、そして答え方と。これをしっかり、今回押さえてもらえたらと思います。では、今回はね、This is の使い方やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。